ああいうの欲しいなぁ。本当ですか？あ、そういえば今日洗濯物干してきて電気が気になるな。続いてはお天気です。あきちゃん、今の天気どうですか？はい、今のお天気は最高の晴れです。お洗濯物が乾きやすい一日になりますが、風が強いので飛ばされないようにしっかり止めてくださいね。強いのでお洗濯物が飛ばされないようにしっかり止めてくださいね。今日の最高気温は25度。昨日よりも暖かい日になりますので一日薄着で大丈夫ですが、 UV 対策をお忘れなくお出かけください。以上、お天気でした。じゃあピンクのパンツか。次はアゲマンスポーツになります。今日の特集は今注目のレスリング選手戸川さんを取材してきました。私自身がレスリング体験しています。体験、こうやってそれでは VTR スタート。今日は今注目のレスリング選手戸川さんの練習用ジムにやってきております。こんにちは。あ、どうも、こんにちは。どうも、今日はよろしくお願いします。あ、こちらこそよろしくお願いします。いつも練習はどのぐらいの時間やられてるんですか？そうですね、まあ4時間から5時間そんな感じですか。結構長い間練習されてるんですね。いやいやいや、今日は私も戸川さんの練習に参加させていただきたいなと思っているんですが、大丈夫でしょうか？え？いや、構わないけどね。レスリングってのはね、いいか。甘くないよ。すごいレスリングスタイルですね。今日は私も頑張りたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、じゃあストレッチから行きましょうか。はい、あ、よろしくお願いします。じゃあここに来て。こちら、脱いだ方がいいですね。いや、履いてる方がいいな。あ、履いてても大丈夫なんですか？とりあえず履いてる方がいい。わかりました。最初はじゃあどうしたらいいでしょうか？じゃあまず柔軟性を見るから、こうストレッチね、前屈のストレッチから。はい。掛け声かけるからやってみなさい。わかりました。はい、じゃあ前屈から行きましょう。はい。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。もう一回、1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。今度裏でね、はい、はい、後ろ向きになって、はい、ちょっともうちょい足開いてやりましょうかね。このぐらいですか？はい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。意外と柔らかいじゃないですか。いえいえ、もう日頃運動不足ですいません。じゃあ今度座りましょうか。あ、わかりました。座って、はい、足を開いて、はい、足を開いて、で股関節を伸ばしましょう。はい、これ取りましょうかね。こう座ったらね、はい、これ取って、はい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4。ちょっと硬いですね、やっぱり。そうですね、すいません。体重かけますよ。お、あ、痛い。2、3、4、5、6、7、8。はい、10、はい、はい、逆、はい、逆行きましょう。結構、はい、こっちですね。はい、こっちですね。はい、あー、2、3、4、5、6、7、8、2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 、2、3、4、5、6、7
七八はい、はい、じゃあ開きましょうか、せっかくですから全部ね、はい、はい、開いて、はい、はい、このぐらい柔らかくないとね、はい、レスリングをバカにされちゃ困りますよ。レスリングは柔軟性が大事ですからね。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、前が硬いですね、前が。いや、ちょっとこの、あ、すみません、ね、じゃあ、後ろ行きましょう。レスリングってのはあのブリッジが大事なんで。あ、ブリッジですね。わかります、ブリッジ。はい。あ、ちょっとやってもらえます、ここに。ちょっと補助しますね、ちゃんと。ブリッジ、はい。ブリッジはちょっと。ブリッジは、ここでこう、こう補助しますんでね。はい、ちょっとこれ。ブリッジはできないかもしれないですね。はい。行きますよ。はい。何何やくって、こうこうですよ。こう。それがちょっと私できないかもしれないですね。あ、支えますよ。はいはい。どうぞどうぞ。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8。もっともっとこう足広げないとバランス悪いでしょ。そうそうそう。え？ああ、そうそうそう。そういうそういうそういう。いやでもちょっと私あの、ごめんなさい。あの、カードで来てしまったものですから。だからレスリングを舐めてるって言われるんだよ。すいません、あの。まあ、スカートでもね、パンツでも何でもできるから、レスリング。とりあえず今日はお肉、はい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、はい、オッケー。だいぶ柔らかくなったね。はい。だいぶ柔らかくなったよ。まあ